どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、私のゴエモンジャパンのクヤメン、以前にもですね、結構数回、動画としてダンホール10の全開リプレイとして了解ザウルスさんという方が出ていらっしゃると思うんですけれども、これがうちの了解ザウルスさんだよというですね、攻めがありますので、そちらを皆さんに見ていただきたいと思います。はい、あのですね、ただ単に了解ザウルスさんの、紹介動画ではありません。タウンホール10、この村から星3、撮っていただきました。施設的にはまあ防衛施設タウンホール9から10、まあですね、まあインフェルノタワーがあり、そしてアーチャークイーンが22ということで、まあタウンホール10最初らへんと言いつつも、まあインフェルノタワー、やっぱインフェルノタワーがあるだけで相当難易度本当にもう激上がりするので、タウンホール9だからといって、防衛施設のレベルがタウンホール9だからといって簡単というわけではありません。早速見ていきましょう。まずはですね、もうほんとこれぞ了解ザウルス流、まあ普通なんですけど、まあ普通の感じなんですけども、ウィザード2体出してますね。援軍のウィザードがまあ1人、今1匹いますけれども、まあ援軍じゃなくてウィザードが2体でサイドカットするという形でございます。そしてここでですね、ウォールブレイカーでの穴開け、これ非常にですね、サイドのゴーレムを吸い取る形で非常にうまいウォールブレイカーですね。そして、ゴーレムを中心部に出していって、ウォールブレイカーではなくて、ここでですね、バーバリアンキングもうまいですよね。バーバリアンキングが、敵の援軍のターゲットを取られないようにしております。まあでも今回こう見ていく中で結構なんていうんでしょうね、ちびっこ部隊が多いんですよ。まあ、アーチャーが10体ぐらい入ってたような気がするんですけどね。そして、ラバーハウンドを出してきました。こちらですね、私見て、もうこれライブリプレイとか見てて、まあ、陸段階で、対空砲1本、インフェルノタワー1本、そして援軍処理、まあできてるなと思って、あ、これいい感じだなって思ってたんですよ。で、ここで確信しました。うわ、うますぎじゃねっていう。この時点でラバーハウンドが4体か3体生き残ってるんですよね、多分。今の時点で3体ですね。3体生き残ってるんです。で、フリーズのタイミング、そしてレイジのタイミングがもう完璧。完璧だと思うんですよ、私。見てて、あ、すげえと思うし。ここで、まあ、裏バル的なものが一つあれば、ウィザードタワーの、攻撃も吸収できたので、なお良かったかなとは思うんですけれども、まあ、今回は、ウィザードタワーのターゲット通りというのはしなかったということで、そして、もうライブリプレイ見てて、あ、行ったわみたいな感じなんですよね。このバルーンの数ですよ、まず。そしてしっかりとゴブリン先生もねいるということで、非常にこう全開狙いですよ。もちろんそうですよね。ということで、まあ今回はね、了解ザウルスさんと、最近のちょっとね、私が全開取るっていうお話なんでございますけれども、最近のタウンホール中全開リプレイ、全開動画全部了解ザウルスさんなんですよね。ということで、今後とも了解ザウルスさんお願いいたします。タウンホール10の全開リプレイお願いいたします。はい。キヨキヨがやれよって話なんですけどね。はい。ということで、ぜひとも皆さん、タウンホール10全開動画、それともですね、まあこれからも、まあ、タウンホール9の全開動画であったり、あとはその、まあネタ動画とか、まあいろいろ出していきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。